ぱり自分のいいところを書き出すっていうのは多分その物証を発見するっていうところでは入り口としてはいいと思いますので、ぜひやっていただきたいと思いますし、先ほど愛とは何かっていう心の指針のところ言っていただきまして、やっぱりまあその、まあ、ご両親のところだけじゃなくて、もう一度愛って何だろうみたいなところもちょっと僕も末っ子ですから、あ、いや、してもらうとか、与えてもらうっていうのが当たり前だと思って、生きてきた人間の一人ではあるので、ここは一緒に学んでいきたいなとは思うんですけども、やっぱり、こう、幸福な科学の中で教えてくださっている愛について、やっぱり、まあ、僕も、まあ、知識としては知っているかと思うんですけども、やっぱり、愛は、こう、与えること、与える愛っていうのが本当の愛なんですよっていうのを、一番最初に教えていただく愛の教えだと思うんですけども、もらうこととかやっぱり、まあ奪うって言ったらちょっとあれかもしれないですけども、奪うこととかしてもらうこととか、そういったことを思っていなかったかとか、そうではなくて与えることが、与えきりの愛というのが本当の愛なんだっていうのをですね、なんかもう一回見つめていくっていうのも一つ大事かなっていうところで、与えれば与えるほど本当は自分自身が与えられているっていうのも言われておりまして、まあそれが、ちょっとまた、書籍は変わるんですけども、人を愛し、人を生かし、人を許せという経典の中に書いてあるんですけども、誰かに何か愛を与えた瞬間に、世の中的にはこう、愛を与えるっていうのは多分こう、まあ、人からもらうこととか、プレゼントをもらうとか、何かしてもらうっていうのが愛だと思ってるっていうのが多いと思うんですけども、本当はそうではなくて、誰かに何かしてあげたとき、まあ、純粋に相手に良かれと思って、そういった純粋な思いでしたときに、本当は、こう、神様から、仏から、光を与えていただいている、その瞬間に、自分から減るのではなくて、むしろ与えていただいているんだ、ということで、愛は与えた瞬間に、その人のものにもなっているというふうに言われているので、誰かにしてもらったことと、自分ができ、何かできたこととか、こう書き出して比べてみたらですね、たくさんいただいているっていうのが多分、わかると思いますので、紙に書き出してみるの、いいんじゃないかなと。思います。愛の貸借対照表とは書いたことある？書いたことありますね。なんかうわ、少ない。やだやだって思いながら。それは 誰に対しての愛の貸借？お母さん。お母さんの、そうですね、お母さんとか一日だったりとかは、そんなにまめにはしてないんです。まあでもやるときは、うん、多分少女とか、まあ、支部でもいいと思いますけど、うん、心穏やかにできる場所がいいですよね、うん、まあ、もちろん家でも全然いいんですけどね。自己信頼の中に先入観を白紙に戻せっていう、まあ、先生の言葉があるんですね。で、あなたを苦しめているものの正体はある種の先入観ではないか。で、まずはじめに親があなたにそう教え込んだのではないか。子供の頃に受けた教えやしつけは大人になってもなかなか抜きがたいものだ。真っ白い生地に刷り込まれた観念はそう簡単に洗い落とすことができないのだ。その先入観によって人を裁き、自分の成功失敗幸福を決めつけてはいないか。で、まあ、その後、親以外では兄や姉、教師によっても人生観を作られる。で、まあ、この先なんですけど、自分の先入観を一度白紙に戻すと良い。先ほど石井さんからもありますけど、親も100% じゃないし、自分も 100% じゃない。でも、ある種の刷り込みはあるんですよね。で、真理に対しても実はそうで、自分はこういうふうに解釈したけども、本当はそれ、そうじゃないとか、もしくは、そうじゃないは少ないか、それよりももっとこう、すごく深い言葉みたいなのがやっぱたくさんあって、で、自分はこの言葉、今までこう思ってたんだけど、っていうのも含めて、一回全部白紙に戻して、考えてみる。まあ、それはこれまでの教育もそう、信仰もそう、あとは学校で習ったこともそう、もしかしたらお兄さんに相談したところも含めて、全部一回まっさらな視点に立って守護霊と対話して、真実の生き方、自分の使命とは本当に何かっていうものを考えてみるいいチャンスなのかもしれない。恋愛のお悩みだったの最後、まあ、またちょっと違う経典になってしまうんですけども、青春の原点という経典がございまして、こちらの中にはまあ、天国的な恋愛をすると良いということで、まあ、書かれておりまして、そのお付き合いをする
中で自分自身がどれだけ成長していけるか、まあ、人格が向上するかとか、まあ、大敗的なとか、堕落的な恋愛ではなくて、お互いが向上するような恋愛をしてくださいというふうに書かれている書籍なんですけども、そうですね、今後恋愛をするときとかは、まあ、お互いがキラッと、こう、輝いていくような、そういう爽やかな恋愛を、ぜひ、まあ、どこか頭の片隅に置いて、恋愛していくといいのかなと思います。はい。最近の詩集とか読みました？まあ、いろいろ意見はある人、めちゃくちゃおすすめします。うん、人間ってこんな、まあ、もちろんそれはエルカンタレなんですけど、うん、でも、こんなに人を愛せるんだっていう、でそこに対しての先生の葛藤とか含めて、そんなに人を思えるんだっていう、なんかそこの、まあ、もちろんエルカンターレとして大川隆法先生として見ていただくのもいいんですけど、まあ、一著者として、一、まあ、人間、言い方あれですけど、いい人間として、あ、こんなに人って人を愛せるんだなとかいうのを感じていただくのも、あの詩の、まあ、良さというか、他のこういったものではなかなか出てこない。これね、こういう、ここのシーンとかになるともう綺麗な言葉になってるじゃないですか。うん、でも本当こう先生のこう感情というか、その時の思い、丸出しで、書かれているものなので、逆に今本当に読んでいただいたら、すごく心を打つ文章とか、詩とか、人生ノートとかね。うん。うん、多分先生もこれだけ苦労されてきて、で、そこからこう学びを得て悟りをつかんで逮捕されたんだなっていうのを肌感覚でこう知ることができると思うので、ぜひ、まあ、この書籍ね、こちらもいいんですけども、読んでほしいな。相手を愛せること、相手の文章を拝み出すっていうところが、なんか恋愛だけっていうふうに思ってたんですけど、それだけじゃなくて、なんか自分の中のキーワードだなっていうふうに思いまして、本当に愛した時に初めて自分の中の愛っていうものを見つけられるかなっていうふうな希望が出てきました。絶対大丈夫です、うん、エルカンタルの教えでございますので、うん、一緒に頑張っていきましょう。まあ、人間だけじゃなくて、ね、草花も含めて、すべてこの世にあるものには物性があるじゃないですか。で、すべての生き物は愛する才能があるんですよ。すべての生き物、全員、私も、A さんも、C 君も、もうここにとにかく全員生きている物性を持っている限りは、愛する才能が 100% あるので、それ信じてみてくださいよ。多分愛することが多分それに苦手だとか気づいてることは、今はそうだとしても、人を愛する、私にも人を愛する才能があるんだっていうのを、もう何かあったらもうそれでも言い聞かせるぐらい強く強くそこに対しては強い思いを持って、ある種こう一つの信念として人生をこうまた歩み出していただければ、必ず今の置かれている状況が、まあ、わかんない、数ヶ月後、数年後かわかんないですけど、前帰った時に、ああ、あの時のあの状況があったから、今私は本当に心底を人を愛する自分になることができたっていうふうに思えるようになりますね。まあ、思えるようになりますんで、そこを本当に信じて、これから一緒に頑張っていきましょう。頑張ります。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。